ただちょっと大事な話があるんだ。木曜に地方裁判所へ行ったら偶然仲間が寄り合っちまったね。あれやこれやというおもやま話が出た中で、どうやらその手形で金を借りて銀行の利子が払えそうなんだ。どうぞそうなればね。火曜日にもう一度出かけて行って話してみよう。泣かないでもいい。ママさんはロパーヒンに相談するだろうさ。あの男も嫌とは言うまい。あーにゃー、お前は一休みしたらエロスラーブリの伯爵夫人のところへ行ってみるんだな。お前の大おばさんだからねといった具合に散歩から運動すればもうこっちのもんだ。利子は払えるさ。断じてね、私の面目なり何なり何でもかけて誓うが、この領地が売られるものかで僕の幸福にかけて誓う。さあこの手が証人だ。右へ押して進み、薄く当てて真ん中へスポリッ。Yeah.